本当にやるの？俺はこういう人前に立つタイプじゃないって言ってるのに。早く喋るよ、夏子さん。意識やなきりがいてくれたらな。それで本番まであと何分？もうカメラ回ってます。どうもセントラルの司英氏だ。今日みんなに知らせるのは、高等部1年2学期の最後に控える大イベント、進級試験についてだ。昨年も半数以上の生徒が学園を去った。あまりにも厳しい試練。しかしこれからは違う。アザミ総帥によって君たちは不必要なふるい落としから解放された。出される課題は、授業で習った我々のやり方を実践してくれればクリア可能なものばかりだ。もう旧態依然のシステムに縛られなくていい。セントラルについてくれば、君たち全員が一流のコックになれるんだ。ただし、アザミ総帥の方針に従わない者がどうなるかも、この試験を通してはっきりわかるって思う。それじゃあ以上で終わります。緊張した。次からは林道か木の国がやってくれよ。